もこんにちは、カジマックです。今回の動画、なんとね、ご覧いただいた通りカジマックチャンネル初のタイアップレビューとなります。ラブパーさん、本当にありがとうございます。いや、もうこういった商品紹介動画始めるにあたってやってみたかったこと、その夢の一つが叶いました。これも本当たくさん動画ご覧いただいている皆様のおかげです。ありがとうございます。ということで早速この箱開けていきたいんですけど、その前に今回タイアップレビューするにあたってラブパーさんからありがたいお言葉をいただいてます。もう今回はカジマックさん、いいところも悪いところも全部おっしゃってくださいとのことです。なんでいいところを悪く言うつもりがないのはもちろん、悪いところをよく言うつもりもありません。まるで自分で購入したかのような目線でお話ししたいと思います。それでは早速開封していきますね。今日ご紹介するのは 15,000mAh の大容量モバイルバッテリー、ラブパーさんの第3世代デラックス RP-BB19 です。モバイルバッテリーについてはもう皆さんご存知かと思いますけども、スマホやタブレット、こういったモバイルルーターやゲーム機器、あとカメラなんかもそうなんですけど、モバイルする機器を充電するためのモバイルできるバッテリー、つまり携帯に適したバッテリーのことです。僕は普段仕事にしても車で移動することが多いんで、電源には事欠かないと思われがちなんですけど、それでも常にモバイルバッテリーは携帯してます。要は車にしてもずっとエンジンかけっぱなしにできる状況でもないわけで、結構モバイルバッテリーに助けられることがあります。これは最近のモバイル機器が小型化、軽量化されてることによって、実際満足できる動作時間に満たないことがあるからとも言えます。なんでモバイル機器を持ち歩かれる方にとって、今やモバイルバッテリーは必須のアイテムだと感じてます。とはいえ、モバイルバッテリーって充電ができればいいわけで、たくさん販売されてる中どれを選べばいいのか、最近ではデザインが功を奏して生産追いつかないほど大ヒットした商品もありましたよね。でもね、今回ご提供いただいたラブパーさんの RP-BP19、 他のモバイルバッテリーよりも優れた便利なポイントがいくつもあります。なんでね、中身を見ながらご紹介していきたいと思います。はい、それでは詳細見ていきたいと思います。今回ご紹介する商品は 15,000mAh の大容量モバイルバッテリー、ラブパーさんの第3世代デラックス RP-PB19 です。で、これカラーバリエーションが2種類、ブラックとホワイトがあります。今回はね、ホワイトを紹介していきたいと思います。まず最初にカードが出てきました。僕ね、英語苦手なんで何て書いてあるのかわからないです。次に保証書と説明書。説明書はちゃんと日本語にも対応してます。次に USB マイクロ USB ケーブルが2本。これね、長いのと短いのがついてます。しかもこれ2本とも携帯に便利な平型のケーブルです。このあたりちょっと嬉しいですよね。で、あとミニ USB 変換コネクターと、サムスン用変換コネクターもついてます。で、あとは専用ポーチで中身は空っぽ。残念ながらライトニングはついてません。でもね、ここは仕方ないと思います。はい、それでは続いて本体見ていきたいと思います。はい、もう中身見えてるんですけどね、いきますよ、せーの、はい、ここ見えますかね、ラブパーさんのロゴが入ってます。外観はこんな感じ。表も裏もね、滑りにくいマットな仕様になってます。全体的にプラスチックでできてるんですけども、軽量化のことを考えると悪くない仕様だと思います。で、サイズと重量なんですけど、これね、ホームページではインチとオンスで表記されてたんで、ちょっと測ってみました。なんでね、あくまで僕のざっくり計測でいくと、12.7×80×19mm。重量は 322g となってます。ちなみに大体 iPad mini と同じぐらいの重さかと思います。で、本体向かって下の部分に接続端子が集約されてます。これね、本体充電用の端子だけ全然違うところについてたりする場合、いちいちケースから本体出さないといけないって地味に不便なんですね。なんでこれポーチ使ってるとき結構便利なポイントだと思います。はい、で次、ここ注目です。給電用のポートなんですけど、もちろん2ポート搭載です。でね、こっちが 2.1A、こっちが 2.4A、これ要はスマホとタブレットどころか、ものによってはタブレット2台でも同時に急速充電が可能なわけです。これ実は何気にすごいところで、実際他のモバイルバッテリー調べてみるとわかるんですけど、まず大方のものが 2.1A と 1A のものが多いんですね。で、2ポートとも 2A 以上の充電が可能なものにしても、2ポート同時充電時は合計 3A っていう表記のものが多いんです。それに対してこの RP-PB19 は 2.1A と 2.4A 同時充電
が可能ということです。ここはほんとポイント高いです。で、この RPPB19 アイスマートテクノロジー搭載です。このアイスマートテクノロジーというのは、接続された機器を自動的に検知して最適な電流を送り、フルスピードで安全に充電できるものなんです。この自動検知して勝手にいい感じにしてくれるっていうところ、ここもポイント高いです。で、次に勝手にしてくれるっていうつながりで、地味なんだけど何気に便利なのが、こいつね、電源ボタンがないんです。これ要はね、ケーブル繋いだら即充電が始まります。で、もちろん外したら充電終了。つまり使うたびに電源オンオフする必要がないわけです。ここもね、地味だけど結構ポイント高いです。あれ、じゃあ本体についてるボタンは何ってなるかと思うんですけど、これ実は電源ボタンじゃないんですね。まず1回押すと残量インジケーターが表示されます。ちなみに4段階表示です。次にボタンを長押し、またはねダブルクリックすると LED ライトが点灯します。これぶっちゃけ普段は実用性低いと思うんですけど、アウトドアとかもしもの災害時なんか重宝するかもしれません。で、最後にラブパワーさん、本社はアメリカにあります。やっぱり海外製品って保証に関しての不安は少なからずあると思います。でもね、ちゃんと東京に支社も構えられていて、万が一商品に不良があった場合、返品や交換まで速やかな対応が可能とのことです。しかも通常保証は1年間なんですけど、ラブパワーさんのホームページから会員登録した場合、1年半に自動変更可能とのことです。モバイルバッテリーって長期間愛用するものなので、保証が長いのは嬉しいですよね。はい、ということでね、この RPPB19 結構随所にいいところがあって、あ、ここはいまいちですねみたいなところも探したかったんですけど、ちょっと見つからないですね。まあでもね、これに限らず大容量バッテリーの宿命ではあるんですけど、やっぱりちょっとでかいし重たいです。でもね、ほんとそれぐらいしかウィークポイントが見当たりませんでした。で、ちょっと話戻るんですけど、モバイルバッテリーなんてどれでもいいかなって思われる方も少なからずいらっしゃるかと思います。実際僕も昔はそんな感じだったんですけど、過去に2つ、安いの買ったはいいけど充電が遅かったり、バッテリー性能自体どんどん落ちてすぐに使えなくなったものもありました。なんでその後しっかりリサーチして、この1万ミリアンペア時のモバイルバッテリー、今までこれを使ってめちゃめちゃ満足してました。ちなみにこのモバイルバッテリー、1万ミリアンペア時で2999円でした。ということは、これよりさらに性能もアップして、1.5 倍の容量を持つ RPPB19、いくらぐらいすると思います？これいつもお金に細かいお話ばかりしてる僕が、この商品紹介したくなった一番のポイントかもしれません。ラブパワーさんの1万 5000mAh 大容量モバイルバッテリーである RPPB19、 お値段なんと3399円です。これ下にリンク貼っておきますんで、もしもモバイルバッテリー検討されてる方は候補に挙げていただけると嬉しいです。はい、ということでね、今回初めての商品提供による紹介動画だったんですけど、なんかね、下手なテレビショッピングみたいになっちゃいました。これからまたしばらく使ってみて、気になった点があればまた動画で紹介したいと思います。ということで、今回はラブパワーさんからご提供いただいた1万 5000mAh の大容量モバイルバッテリー、第3世代デラックス RPPB19 のご紹介でした。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。またお会いしましょう。カジマックでした。